どうも、都会漁師きょんすけです。本日の動画はですね、ブリ大量動画となります。あと動画の最後の方にですね、重大告知がありますので、ぜひ最後までご覧いただくようよろしくお願いいたします。ではどうぞ。どうも、都会漁師きょんすけです。今日は朝4時出港、いつもは朝5時ですが、ブリ漁で忙しくなってきたので4時に変更になりました。港から約10分で漁場に到着です。まず漁場に到着すると、海の透明度を測ります。海の濁りによって今現在ここの海がどのような状況なのか判断します。ブリは濁りを好む魚。今回は透明度11メートルだったので濁りが来ています。そして指キタス魚探を確認して、今現在網の中にどれぐらいの魚がいるかを判断します。ブリの影が少し映っています。全長約100メートルほどの網を少しずつ上げていき、魚の逃げ場をなくしていきます。お腹痛かった？大丈夫なんだ？お腹痛かったんかい？寝坊じゃなかった？定置網漁ってどんなのってよく聞かれますが、簡単に言うと巨大な網を海に設置して、そこに勝手に魚が入ってくるのを待つ漁です。さあ、手前の目の前の網をちょっと上げたって。設置した網は会社によってまちまちですが、半年から3ヶ月ぐらいそのまま入れたままになります。汚れがついてきたら上げては汚れを落とし、そしてまた入れるの作業になります。ブリの姿が見えてきて少し慌ただしくなります。そうそっち。網と網の隙間にブリが残っていかないように上手に網を上げていきます。このように定置網はチームワークが大切です。網を締めていくとブリが見えた時、このワクワクがたまんないです。最高です。漁師は、たくさんのブリが泳いでいます。これは期待できるかもしれません。おる、見とる。後ろから見えん？通路の方。絶対投げるこれ。なんか変な魚を捕まえたようです。これは何なんでしょうか。アナゴ？すごいブリの群れですね。ワクワクしてきます。あの反応にしてはなんか思ったよりおったような感じ。ちょっとみんなできるだけソマ取ってくれん。先にブリ以外の魚を先に捕獲します。あげんなよ。ソマとヒラソーダのことです。
ブリの水しぶきがすごいですね。あれそうだわ、血抜き生け締めを行います。クリアミを使ってブリを捕獲していきます。ギリギリ来るまで前だって、クレーンと油圧ローラーを使って上手にブリをすくい上げます。ちょっと雑も見立てな、どうですかこの迫力。ブリ大量です。ちょっと軽めで、軽めで、リュウジ軽めで。9キロ、とてもいいサイズのブリです。やばい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 、ほら一撃だな。観光変えるわ。観光チェンジ、そっち行くわ。時を待ちに待ってました。軽めで、軽め。はい、まくり終了、終了でおこ玉に変えるわ。今日だけで。軽めで。あてられます。網で約600匹のブリを捕獲完了しました。一旦港に戻り、活魚で売るための生けすへ魚を移し替えます。約8時ごろ、2回目の漁へ出発です。まずは大前金庫からブリを捕獲していきます。大量の証、大量機がなびいていますね。えらいわ。ここにもたくさんのブリがいそうです。ノリだけでよーい、さあじゃあよーい、さあじゃあよーい、さあじゃあよーい、さあよーい、さあよーい、さあどこ行こうか、数落ち込んどんどそこ、よーいさ、よーいさ、横の方、横横、よーいさ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 、よー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 さ、やりましたね。ここもブリが大量です。よーさ、しっかり張って、しっかり張って、しっかり張って。大きな玉網を使ってブリを捕獲していきます。
早く捕獲することが重要です。マミさんのケツ持ちやってみたら、あのカズがやってるやつ、あれぐらいだったら多分できると思う。引っ張っとればいい。そんなに力いらんで、意外と。マキちゃんもお子玉のケツ持ちのチャレンジです。リュウジ合図出したって、引っ張る時の。いいです。少し遅れましたね。次はちゃんと修正できています。すごい。笑顔です。しっかりとお子玉の鉄持ちを最後までやりきりました。玉の準備とけよ。玉の準備。金庫網へ向かいます。現在で船には約400匹のブリがいます。どうにか満船までは行きませんかね。少しずつ網を引き上げていくとブリの姿が見えます。よいさ。
本。ニオイさん。ブリの重みで網を上げるのに苦戦しています。ニオイさん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 。よーいさ、海の表層にはイボダイが集団となって泳いでいます。このイボダイはブリとともによく取れることから、ブリを泳ぐ魚と僕は思っています。警戒された。またしても大量のブリが見えます。ここの網も大量です。見てください。最高です。いいね、いいね。最後ね。残った炭鉱をブリで埋めていきます。満船となりました。満船ブリ800本、大量です。取りきれない分は明日へ残し、網を元に戻します。1回目の航海で約800本、1日合計1400本の超大量です。波を元の状態に戻し帰港します。全く魚が取れなかったり、このように大量であったり、
自然と向き合いながら仕事ができることに喜びを感じます。初めてのマウンテンの気分はどう？最高な初めての満船大量の喜びを飽きちゃう。とても良かったです。覚えてない。初めての時ってことは初日じゃないの？マジで確か初日満船やってる。マジで？そう、初日に健介さんに無事をもらえたもん。ほんま何したらいいのか分からんよ。初日じゃないの？適当に会ってみることだろ。初日から誰やろ。出したまま捕獲したブリは数を数えながら生けすの中へ入れていきます。動画も最後までご視聴ありがとうございます。この後重大告知がありますのでぜひご覧ください。どうぞ。株式会社ハイダ大敷漁労長の中井京介です。同じくハイダ大敷で漁師をしている金沢真希です。この度は三重県尾鷲市拝田町で獲れる新鮮な生け締めブリがついにブランド化されましたので皆様にご紹介させていただきます。三重県尾鷲市拝田町は三重県の南部に位置し、美しい海岸線や自然景観が素晴らしく、その魅力に惹かれて都会からこの町に移り住む人もたくさんいます。拝田大敷はその地区の基幹産業の一つである大型定置網漁の会社で、市場が休みの時以外は毎日新鮮な魚を水揚げしています。これから春にかけてはブリ漁が最盛期となり、脂の乗った高品質なブリが漁獲されます。ブリといえば日本海のイメージですが、太平洋でも漁獲されるんですよね？はい、太平洋では2月頃から取れ始め、3月頃に最盛期となり、脂の乗りも日本海のものと遜色ないブリとなります。その脂の乗った高品質なブリの中でも、毎日取れるブリの群の中で格好も良く、フィッシュナライザーによって高死亡率なブリを漁師によって厳選し、そのものにだけブランド名をつけて売ることにしました。ついにそのブランド名発表ですね。はい、その名もハイダ春ブリユイと言います。ハイダは取れる町の名前、春ブリは春に最高を迎えるブリ、そしてユイ。このユイとはどういう意味を込めたかと申しますと、ユイは結ぶともいい生産者の漁師の思いと消費者の思いとの結びつきがあることで至高の料理が生まれると感じたためです。その考えからユイというブランド名が決まりました。それでは三重県産ハイダ春ブリユイをよろしくお願いします。